警察によりますと、昨日午前10時半ごろ、長野県山ノ内町の一ノ瀬ファミリースキー場で、女の子が建物に衝突したとパトロール隊から消防に通報がありました。衝突したのは阿賀野市から家族と来ていた6歳の女の子で、スキーをしていたところ後ろ向きになり、そのまま建物の壁に衝突したということです。ドクターヘリで病院に搬送されましたが、頭の骨を折るなどして意識不明の重体です。当時ヘルメットは着用していなかったとみられています。警察が事故の原因を調べています。